2日後。と。というわけで皆さん、お疲れ様です。マイさんです。あ、ここは。寝てたんか。そうか。エマたちの故郷だったな。誰の寝息かと思ったらアルティナかい。なんでこんなとこ寝てんの？アルティナ、ずっと心配かけてたんだな。工房内で一日経っちゃったんだよね。一昨日も徹夜だったみたいだし。そう。教官？ああ、みんなおはよう。悪い、ちょっと寝坊したみたいだ。せっかくみんなで話をしよう。あ、ごめんなさい。よかった。え、どういうこと？言うな。みんなも。正直、心配だったんですよ。無事に脱出できたとはいえ、この里にたどり着いた後。あ、そうだったの？丸一日近く眠っていたんですから。あ、マジか。先輩方と一緒に、ずっと交代で様子を見ていたんです。私も役得に預かって寝顔をじっくり堪能しました。やらしい女が。でもそっか、眠ってたっつうかもうほとんど気失ってたろこれ。そりゃそうだよな。あんな状態にずっと蝕まれて、よく徹夜でさ、あんな戦いに身を投じられたよ。それで疲労困憊なわけがないもんね。あんたね、ブレねえ女だな。しかも揃いも揃って大の大人相手に過保護というか。って言いつつね、アッシュはきっと。とかいうアッシュも。ですよね。交代で教官の様子を見てましたけどね。わかってた。アッシュはこういうやつなんだって。そうそう。バックれるかと思ったのに。それはまあ、真剣な表情で見守ってましたね。絶対本読みながらさ、ちょっと眉毛をキリッとさせた状態でさ、リーンのことずっと見守ってそうだよね。だあ、捏造だっつーの。絶対違う。絶対真実です。こうしてアッシュの顔を無事見られるとは思わなかった。改めてになるが、お帰り。よく7組に戻ってきてくれたな。それは確かにあるな。あんなことがあって無事7組戻ってくるっていう想像、閉じ込められてる側からしたら想像つかないだろうね。ただの成り行きだ。あんたの状況と比べたらおままごとみたいなもんだろ。それもそうだな。まあでも人がそれぞれ抱えてる辛さ比べるもんでもないと思うけど。いずれも複雑な立場だろうが、戻ってきてくれてありがとう。盤上の指し手としての思惑とは別に、今君がこの場にいること自体を嬉しく思う。はい、自分でも不思議ですけれど、その答えはこれから教官を見続けることで出したいと思います。そうか。まったくもう。らしいというか。そしてユーナと来ると話は聞かせてもらったが、本当に大変だったみたいだな。ありがとう、迎えに来てくれて。教官。引っ張ったのは主にね、ユーナなんだよな。まあ教官には色々と借りがありましたし、今まで散々助けてもらった、せめてものお返しってことで。これまでの教官の教え、自分たちで考えてやり遂げるいい経験にもなりました。その意味では捕まってよかった。そんなわけないか。まあ先輩たちをはじめ大勢の人々に支えられましたが。そうか。おはよう、アルティナ。アル。ようやくお目覚めかよ。皆さん、どうして？どうしてだと思う？よく見なさい。起きてるよ。おはよう、アルティナ。いろいろと悩んで、苦しんで。みんなと前に進んでくれたんだな。ありがとう。それから、ただいま。リーンも笑顔かわいいよな、ずる。リーン、教官、私。
得すぎ。役得すぎ。アルティナ役得すぎ。そうだ。すっかり言い忘れてたな。先輩方より先というのは、ちょっと後ろめたいですけど。おかえりなさい、林教官。あっしは言わない。らしいわ。それでいいんだけど。壮観だな、もうこんなゾロゾロと。だいぶ外部の人間入れちゃったね。大丈夫なんかな。かっこいいな。黒装束。オープニングで見やしたけど、黒装束かっこいいな。パンク系大好きな俺にはさ、めっちゃ刺さるわ。ビジュアル系大好きな俺にはめっちゃ刺さるよ、これ。俺ね、こういうの大好きなんだよ。わかる。それはそう。まあ、狙いすぎってさ、言われかねないんだけどね。白髪だから、まあ、白髪だから今の格好似合ってるっていうのがあるんだよね。黒髪になったら多分この格好似合わない。うるせえな。なんか、俺の尻になんかグザグザ刺さるような言葉突きつけられてるんだけど、うるさすぎるだろ。可能性あるな。多分心臓植え付けられた時だろう。マクバーンの説明がそうだった、本当だったら多分ね、外部からやってきたんだよ。その外部っていうのが間違いなく心臓で、その心臓自体が、オズボーンから移植されたものだって。で、そのオズボーンそのものがさ、なんか、おそらくね、あのクローンの騎士真犯人だと思うんだけど、その真犯人のさ、何かしらの影響を受けたものがさ、リンの体にやってきたっていうことになると思うから、合ってるよね、多分俺の考え。そうだね。この話さ、やっぱり殺し合いにしかちょっと聞こえないんだけどね。そういえばクロウは？デュバリーもだけど。よかった。え？マジかよ。もう EX になっ、マスターコート EX だったからさ、もしかしてと思ったけど。いやいや、もうそんな気にすんなよ。デュバリーもか。そうなんだよな、もう純真な人間なんだよな。なんで消したらいるんだろうっていうくらい本当に純真な人間なんだよ。にぎやかだね。ああ、ライザーだからこそ勝手に記憶として植え付けられたような感じか。そんな感覚みたいなのも植え付けられちゃったんだ。
初めて騎士に乗った時なんか使い方分かってたじゃん。それと同じ感じでさ、騎士に何かしらの宿命を課せられるっていうものもさ、なんか自分の脳内にインストールさせられたみたいな感じがあるんだろうね、きっと。ちょっと待って、お前お前、お前レイビアいいの？そうだよね、だってあれだよね、クロチルダがさ、こうやって導いたせいでクロこんなことになってるわけでもあるしね。マジか、この二人マジか。まあ結構お似合いだと思うけどね。わかった、まあ頼んだぞ。その調子だったら連絡はありそうか。これが総国と関係あるってか。うん、西側でもいくつか現れてんだよ。てか、とうとうクロスベルにも現れたし。されてた真実やっぱいろいろあるよな。もともと知性がさ、いろんなこと隠しまくってたから。センスリーでアリアンロードと初めて会ったところか。ブリオニアとまた言い出す気だったの。草生える草生える。工房でまだ頭凝りてたわけじゃないのか。ああ、始まった。また始まったよ。お前、それがと、お前さ、ミリアムのことでトリガーだったかもしれんけどさ、本質的にさ、呪われてた原因もさ、多分お前の本質なんだよね。ふっ。言うねえ、みんな。そうなんだよね。マジで？そんなことできんの？ありがとう、みんな。どうか力を貸して。いや、改めて共に力を合わせて前へ進んでいこう。ああ、リンもちょっとずつ変わってきたね。本質を変えるのはやっぱ難しいからね、そこはしょうがないんだよな。第2部うわ、聞いた通りじゃん。あれ第1部だったのかよ。あら、くくるか。あ、いいね。まず温泉好きのリーンにはさ、あそこ行こっか。
こんな嬉しいことないよ、もう。ああ、おかえり。変わったね。いや、もう、変わってもいいよ。もう、姿、形変わっちゃったけど、家のあれよりは全然いいわ。しかし、ちょっと、貫禄やばくね？老けすぎだろ。二十歳だぞ。老けすぎだろ。とんでもねえ。貫禄やべえ。で、じゃあ、マラソンやっていくか。よし、それじゃあちょっとメイン回収していきましょうか。ちょっと声がガラガラだけど。ほんとだ、湯気上がってる。俺もさっきちょっと風呂入ってきてたんだよね。年寄り臭かった。いっちゃなんか老けてるもんね、このメンツの中で。俺ら戻ってよかったよ。あの家みたいなやつからさ、元に戻って、まあ完全に元に戻ったわけじゃないけどな。姿こんな変わっちゃって。でもね、俺白髪に赤い目ってめっちゃ好きなんだよ。リンがそれに選ばれると思わんかったしさ。なんかレーベに寄ってきたよな、これ。重心ってさ、改めて面と言われると責任重く感じないんかな。うん、ない。それに関しては全くと言ってほど。だいぶさ、あの、嫌味っていうかさ、まあ、からかうにしても、いじるにしても、悪意というものがさ、だいぶなくなってきてるっていうか、うん、なんか質が進化してるって言えばいいのか。これだ。よし。どんどん回収していこう。よろずやレムリック。そうか、もうまんまこっちに来たんだね、全員あれから。楽しそうだね。そっか。そういえばなんか書庫みたいなところあったね。あそこにもあったのか、これ。楽しそうですね。根っからのやっぱり歴史好きっていう感じっていうか。うん。普段は多分めちゃめちゃかっこいいと思うよ。おちゃらけ具合がいい感じに行き来してさ。なんとなく信用できるんだよな。メガネかけてても。おお、リン君たち。出発の準備はできたみたいですね。お疲れ様です、リンさん。回復されて本当に良かったです。箱本当に便利すぎだよな。間違いなくあれもう結界術だね、これ。うん、間違いなくリンに対しての愛がすごかった、みんな。実物見んの初めてか、リンは。なるほどね。頭部は俺ら行けないからな、使用上。5号機、9号機が別の問題のため来られなくなりました。アジとケビンか。
はい。また改めて来るんだ。まあ、あれ本当に本当にいいイベントだった。マジで。あれ、あんまり覚えてないの？覚えてないんだ。いいね。不格好な方がむしろね、かっこいいまであるからね。総国の実態はやっぱ知っておきたいね。うすうすなんとなくも分かってきたんだけど。おお、盛りだくさんじゃん。先にこっち行こうか、じゃあ。昼間から飲んでるんですか？ラベンダー入りっていうのもさ、なんだろうな。俺美味しいとは思えない。ほら、言われてんぞ。ビールっていうのはさ、もともと苦いからさ、それをさらにエールっていうんだから、苦いプラス苦いになってるはずだよな。まあ俺苦い自体はさ、結構好きな方なんだけれども、苦味にもさ、やっぱり質ってもんがあるよね。お子ちゃま言われてる。変えたりしないかね。本当、文校長さ、リーのこと好きだよな。お酒飲めないからこういう語り合いできないんだよな。飲めないっていうかさ、まずいから飲みたくない。男前っつうかこじれてるっていうか。あ、そうだね、カシウスの、そう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 、聞いてたんだ、レンのことも。初対面でいきなり心配されんのもさ、面白いんだけど、リンらしいっていうか、それもあるんだけどさ、俺と同じ感想を抱いちゃってば、俺もさ、オープニング見たとき、一瞬さ、レーベと見間違えたんだよね。やっぱ似てるんだ、リーンとレーベって。姿格好だけじゃない、中身まで。あ、当時のさ、レーベって何歳だっけ？少なくともリーンより結構年上だったはずだよね。今二十歳なんですけどね。二十歳とは、老けすぎだよ。この時以来か、キーヤは。まあ、俺らからしたら主人公あるあるって言いたいところなんだけれども、もう、天の奇跡1からいろいろ始まってるもんがあるからね。
無理つけっていう感じがあんまりしないんだよね。足はそろそろオカルトっていう発言をね、やめた方がいいと思います。そうなんだけど、俺の予想さ、ちょっと外れててほしいんだよな。そうなってくるとクローンの待ち受ける場所でさ、何が起こるかって軽く予想できるじゃん。おっと、まだイベントある。あ、まあまあありがたいな。東側回ってくれるんだったら。ティオはね、いたんですわ。なんであんなばらけてんだろうっていうぐらい。いたいた。てか、意識流れ込んできてたけど、あ、でもそっか、意識流れ込んできただけで、場所は聞いてねえか。会おうぜ。せっかくグラフィック化されたんだから。今度は敵じゃないからね。今度は敵じゃない。今度こそ俺の求めてるエモい展開になると俺は確信してる。あ、ってことはアガットとどっかで会える可能性あるな。OK。外国人だからね、一応。この二人がちょっと組み合わさったら。大変なことになりますね めっちゃ言いたいほど言われてんな。ああ面白い。関係本当にあべこべなんだよな。どっちが保護者なのかわからなくなってきたね。おっしゃる通りだよ。いや、今の面白かったな。個人的にかなりツボに入った。矛盾に矛盾を重ねた矛盾の発言がさ、飛び交って、ああいう風にさ、飛び交ってきてさ、しかもさ、それの全てが正論って、まあ、めっちゃ面白いからね、俺。そういうのめちゃくちゃ好きなんだよ。本当に。ジョゼットよくあんなところまで飛び込んできたね。空の奇跡、サードの時はさ、めっちゃ文句言ってたのに。マジか、ありがとう。まあ、頼れって言われてんだから、いざというときはさやった方が絶対いいね。
あ、そうなの。あ、いや、でもなんかマラソンで言ってたな。ジンゴのでかい仕事ってね、ね。対人グレネード人殺すつもりじゃないんですけれど、おかしいだろ、年齢がすでにおかしい、どうりで。本当何をどう食ってどう育ったらこんな達観した性格になるんでしょうか。大人になった時のこいつめちゃくちゃ怖えよ。ケルベロス。残りはこっちか。魔女3人集まっとる。でしょでしょ。てかレイベに似てると思うんだけど、どう？クロチルダ、かつてお前恋心抱いてたような、なんか思い起こすところある？あ、そうだったんだ。同じ部屋だったんだ。はあ。そういう問題じゃないんだよね。ね、お前もだ。一度世話を焼かれましたね。あの、特にリーンとマキアスが喧嘩になった時。お、 DM できるじゃん、後でやろう。仮面かぶってる間にいろいろ知ってしまったものはあるのか。知ってるはずだよな、クロチルダも。なくなっちゃったんだよな。てかもうルーフス、あれもあれダメだろ。その後の展開もいろいろあったけど、そんなことできるんだ。あ、そうだね。そういや元に戻ってるね。うん。俺もなんでってもったいないなと思ってたんだけどさ、コメントでもらってさ、ちょっと腑に落ちたものがあったんですよね。セリーヌが人型になった時、猫耳と尻尾とか生えたまんまだったじゃん。それをさ、人間に例えるんだったら、人間が獣になった時、頭は人間で、手足とかは、
手足とかは人間でも、形はさ、獣姿って言われたら嫌じゃねって言われて妙に納得してしまった。それと一緒じゃねって言われてさ、納得してしまったわ。確かにそれと一緒だ。美的感覚が違うんだ。美意識というか美的感覚が。しょうがない。そう言われたらしょうがない。VM ね。さっきさ、DM って言ってたよね。VM だ。うん、やりたいんだね。いいよ、やろっか。いいよ、やろっか。